ご予定なんですか？そうね、いろいろと調べたいことはあるけれど、たまにはロッドたちの部屋で語り明かすってのはどう？あのね、ロッド、私たち遊んでる場合じゃ。でもたまにはいいじゃん。ベッドに潜り込んで肩をくっつけ合って。ちょっと楽しそうです。でしょでしょ、ほら舞ちゃん、リリアナもこう言ってることだし。危ないわね。舞ちゃんありがとう。もう大丈夫だから。もしかして足くじいちゃったんですか？ひどい捻挫でしたら大変です。早く保健室に。大丈夫だってば、ほんのちょっとひねっただけだから。ちゃんと前見てないから。本当に平気なの？肩貸してあげようか？何を急に笑ったりして。少し前の舞ちゃんだったら絶対にそんなこと言ってくれなかっただろうなって思って。だからロッドは今とっても嬉しいんだよ。そんなことない。同じ状況があったら昔だってそうしてたわ。どうかな。前の舞ちゃんだったら何してんの、ほらさっさとしないと置いてくわよって言いそうな気がするな。ロッドの中で以前の私はどれだけ冷たい人間だったのよ。誤解も甚だしいわ。でもそんなイメージだったよ。そこがかっこよかったってのもあるし。怪我してる子がいたら肩くらい貸してあげるわよ。そのくらいの常識はさすがに持ち合わせているんだから。あれ、もしかして舞ちゃん照れてる？は？もういいわ。リリアナ、行きましょう。今回のロッドはあれくらいの扱いでちょうどいいくらいだわ。ひどいよ、舞ちゃんの意地悪。でもそんな舞ちゃんもいい。何してんの、ほらさっさとしないと置いてくわよ。さあリリアナ、私の部屋で一緒に PC で調べ物でもしましょうか。あ、はい。もう舞ちゃんってば、本当に意地悪なんだから。何よロッド、あんた普通に歩けるじゃない。ほんの少しだから大丈夫だって言ったじゃない。でも
心配してくれてありがとう。うん、うん。舞ちゃんのことはエルストレインと同じように信じてるからね。何？何か言った？ロット。